こんばんは。こんばんは、こんばんは。こんばんは。ガサガサっていうか普通に髪をちぎってるだけ。何も開封してない。ただちぎってるだけだから、なんか気にしないでもらって全然大丈夫。終わりにします。気になりそうだから終了終了。別に特に何も意味はない。なんか明るくない？シュレッダーっていうか別に使うものをちぎってるだけだから、そんな何もないです。こんばんは。今日はもう9月です。9月初めてのあのショールームです。ちなみに言うと、だからストレス発散とかじゃないんです。本当に別に使うものを使う大きさにちぎっただけです。別に何も意味ない。ダライヤさん、カツリンさん、カンさん、ありがとうございます。こんばんは。明日はユキちゃんの誕生日です。福田さん、ありがとうございます。フラッシュはもうなんか見ましたか？見ましたかとかじゃないんですけど、お家のワンちゃんの写真は見せません。なんか質問箱に入ってたから読んでみたもん。なんかさ、輪投げ練習してる人いない？たまに家でなんかそれツイートしてる人見てちょっとおもろかった。おもろいです。ミネディさん、紳士な羊さん、パレスさん、エイチャさん、ありがとうございます。なんかでもラジオあるから、なんかなんだっけ、あのあれができないっつってた。ひまたぎできないじゃん。そう、ヌーマーさん、ありがとうございます。そうなんですよね。バンチョさん、ありがとうございます。ジェンタロさん、ありがとうございます。私はラジオに出ません。別にユキちゃんって違うユキちゃんの話なんですけど、そう、知らない人は知らないのか。ん、うん、今日から9月です。皆さんは9月何しましたか？何しましたかって、まだ2日目だから何するんですか？ですか、そっちの方がいいのか。なんかね、うん、お仕事が多いのか。波動か、優勝しましたね、2連覇。なんか3連覇してほしい。私出ないんですけど、全然。なんかでも正直多分先輩方より試合数はこなしてたんですよ。それもなんかその練習してきてくださるファンの方が強すぎて、なんかもうなんかプロにならないかってスカウトされるレベルとの噂もありまして、正直びっくりびっくりですよ。ダーツプロさん、ありがとうございます。なんかファンの方本当に強くて、なんか自分たちがその前回のシーズンで練習会してた時、
本当に強すぎてボロ負けだったんですよ。多分波動ってプロリーグみたいなのあるじゃないですか。まあ知らない方は調べてください。大体波動の研究生が対戦させていただける方は、あの大体やばい、目の前にさあった、普通にマイネームたち、これさ蓋開いてないか、あったわ、ふん危ない危ない。なんかさこのスマホ台めっちゃね、あの安定しなくてふにゃふにゃでして、あなんかすごいさめっちゃ開いてんだけど下が。そんなことある？そんなことあります？どうなってたんだ。こうかな。これをさこんな開いてることなんてないからさ、初めてすぎる。こうか、こう入れて、ちょっと待ってください、入れさせて、閉めさせて、蓋を閉めてるだけです。実際よいしょ、あ閉まった閉まった閉まった。なんか別に大丈夫でした。こんばんは。もんちゃんね強いよね。でもなんか次もでしょ、あ次は違うわ、なんか前回と今回のんちゃんですよね。お話し会まで長いですよね、すごく長いです。なんかびっくりするほど長くて、そう次出る時こそ優勝したいですね。でもなんかさ、なんか波動に関してはさ難しいですよね、ほんと。って感じです。本当に難しい、あれ難しいんです。なんか若いから、まあ、でもあれ別にそんな私めっちゃ疲れませんよ。なんか1試合しかやってないからなのか、なんかめっちゃ疲れるわけじゃなかったんです。なんか私さ保湿系のリップさ見当たらないんだけどさ、あれ違うかな、ほう、あ違った、全然違った、全然これなんか涙袋ペンシルみたいなやつ、これ MV の時になんか使ってくれました。そのメイクさんが涙袋のやつ使うか聞いてくれて、だからまあ期待別にしなくていいですけど、なんかメイクは違います、いつもと。だからなんかその生写真あるみたいじゃないですか、だから生写真もちょっといつもと違う気がする。なんかあれって全員違うでしょ、行き先違うはずだよ。なんか私さ手元にあるものさ、こんばんは、あの全てアイシャドウ、どうする、アイシャドウばっか持ってる今、なんでなん、なんでなん、そんなことある？なんか国内旅行券って言われるとさ、まあいろんなとこに行きたいですよね、やっぱ。まあマットのリップしかない。どうする？マットのリップ3色もある手元に。ちょっと取るのめんどくさいからいっか。でもそんな荒れてない。なんか適当に取ったから。色濃いとか言われてもちょっと無理かもしれない、これに関しては。なんか主婦れって感じ。まあいいか、リップなんて7本以上ありますよ余裕で。何本あると思う？なんか私別に少なくはないと思う。どこ行きたい？どこ行きたい？どこだろうね。でも私正直修学旅行に行けなかったんですよ。まあご時世的に行けなかったんですよ。だから
まあ、修学旅行で行く予定だったとこに行きたくて、でその修学旅行で行く予定だった場所が北海道だったんですよ。ちょっと待って、見つけた、箱を見つけた。お、あった、グロス。で、すでに今さ、これに入ってたリップがさ4本もあるよ。そんなことある？そんなことあります？まあそんな感じでして、札幌いいな、潤いが欲しい。でもなんかメモ、何、研究生同士とかメンバー同士で予定合わせるのむずすぎてあれらしいです。なんか全然半年後とかになるパターンが多いらしくてって話をしてた。マクフロイさん、ひろきさん、タナさん、真摯な羊さん、さんまさん、トシさん、ダーツプロさん、大好きさん、ありがとうございます。こんばんは。私はシェアハウスに住んでないので何も知りません。札幌土産なんだろうね。なんかあんまりお土産あんまり思いつかないかも。何がいいのって言われてもわかんない、あんまり。なんかその別にそんなに地方に行ったことが別にあるわけじゃないのでって感じです。すごくそんな感じです。そんなこんなで私、あのメール送ってもよろしいですか？明日は今日よりも朝早いので、地下鉄に乗っていた。世の中で似てる人なんていうのたくさんいますよ。なんだっけ、メール送るんだった。メール送ります。よいしょ、なんか久しぶりにっていうか、そんなに9月一発目のショールームだ。全然まだ8時半ですからね。あの衝撃のまだ8時半。そう、お知らせ、お知らせ。なんか今日はリハあったんですけど、フェスの、でもフェスのリハ早く終わっ、めっちゃ昼ぐらいに終わったんで、まあ今日はそうショールームしました。また昨日もする予定だったんですけど、ちょっと昨日はその前日が長かったのでちょっと睡眠してました、学校行ってから。そうなんですよね。なんか載せれるそうな写真さたくさんあるのに、あのどれがの今載せて、今何情報解禁されてるかとかあんま分かってなくてだからなんかそうなんですよ。明日もフェスのリハですせ、フェスのリハですせ。でも私めっちゃ寝方綺麗なんですよね、多分。なんか起きたら同じ体勢で寝てて、この前もゆりちゃん家行った時そのまま起きた。そうなんですよ。嬉しいお知らせっていうか、別にあれだよ、あの MV 撮影のオフショットとかでしょ。それはまだ情報解禁されてないっていうか、何
まだ MV が出てないから載せられないっていう話。感じです。わかんない、昔はそうでもなかったかもしれないけどさ、今は別や。でもこの前なんかびっくりしたのは、なんかむくみ取りたいと思って壁に足をちょっと上げてたの。もうその時点でちょっとおかしいじゃん。でもそのまま寝落ちして朝起きたら、そのまま寝てて、そのままの体勢で起きました。あゆさん今日シンポジでして、エンドロールしててオンデマンド見てびっくりしました。そう、本当にびっくりしたよ。これは本当に本気でびっくりした。自分普通に家で寝てって、別に痛くはないんです、別に平気でした。寝返り別にしないよ。やばい人だとか言われてんだけど、別に全然大丈夫ですよ。ピンピンしてる。でも私睡眠めっちゃ深いです。なんかさ、睡眠浅い人って夢を見るじゃないですか。こんなに睡眠が浅いと夢を見るらしいんですよ。お、待って、びっくりした。ひろきさん、タワーありがとうございます。花火だ、ありがとうございます。今日はカラフルです。何色がいいですか？なんかありそうな色言ってほしい。その時の写真あるわけなくないですか？あったら怖くない？どこで撮ったのっていう感じじゃん。絶対にびっくりしちゃう自分が。なんだっけ、寝言も言いません。なんか睡眠めっちゃ深くて、夢見ることなんて1回ぐらいしかないし。水色と紫、了解です。水色ないな、あるわ。そう、夢見ることも少ないし、夢見るのも月に1回ぐらいなんですよ。その昼寝の時ぐらいしか夢を見ないんですよね。そう、一番びっくりした夢は、なんか覚えたこともない、なんか見たこともなんだろう、見たこともないっていうか、なんだろう、やったこともない曲ばっかの公演を、何コンか分かんないけど、なんか夢の中でなんか出なきゃいけないみたいな。で、何にも覚えてないの、それも。急に言われて。何にも覚えてなくてめっちゃ焦って、開演前ぐらいで起きるっていう夢を見ました。だから何公演かも知らないし。夢の中だから何もわかんない。めっちゃびっくりした。でも公演とかさ、その近辺になかったから。こんばんは。何も泣かないでしょ、だって夢の中だもん。起きないんですよそれが。でもそれしか夢は見なかった。その月は本当に夢は見ないんです。スヌーさん、ありがとうございます。ピピちゃん、たけしさん、すぬさん、ありがとうございます。かーこーっと、今日はこれがもう一個あるの、スケッチブックが。でも、あ、待って、あ、これか、こっちか。なんかさ、持ってきた記憶あるのに多分違うもの持ってきてるね。まあ、いっか、モーダーかない。いや、ただの、本当にただのそこら辺の T シャツです。リハだったんで、レッスン着。イエーイ。イエーイってテンションじゃなかったよね。あ、水色あるわ。ロッキー優秀。こんなカラフルです、今日。迅速にっていうか、今日は別にそんなすぐ終わるわけじゃないけど、なんか、いいかな、みたいな。
まあどこで買ったかはまあ適当に考えてください。ボーダーの T シャツなんて世の中に 何種類もあるんで、1万とあるんよきっと。これなんて名前ですか、このタワーの名前、ちょっとぜひ皆さん教えてください。正式名称知りたい、正式名称。正式名称は、ボーダーのイメージ全然着てないけど、どこからついたんだろう、なんでだろう。やんちゃんさんありがとうございます。私の絵日記でしょ、不思議な絵してるよ。りゅうさんありがとうございます。誰もタワーの名前を知らない気がしてきた。私がちょっとショールームの公式さんの花火師っていうの、ショールーム四尺玉花火、違います。え、本当にそれ、そんないかつい名前ですか。公式のツイッターのさ、なんか来月のやつの広告見よう。そんな前、1週間前とかな、いつから、あたた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 た、え、すっごい名前長いね。小熊四尺玉花火つつえ、そんなことあるってぐらいさ、そんなことあるってぐらいさ、名前長いんだけど、どうする。ほらやばくない、衝撃衝撃、タワーとかじゃない、もう小熊四尺玉花火師、花火つつらしい。四尺玉しかあってないし、花火しかあってない、やばい、ちょっとイカスすぎる。こんなこと書くこと初めてかもしれん、ちょっといかつすぎてごめん。長すぎるでしょ絶対これ。いや長すぎるっていや、いかついどころか名前が長すぎると思う全然ちょっと面白いからめっちゃいいです。てか逆に多分これだけだよ、これだけじゃないかも、あの無料ギフトの方が一寸玉そんなことある。花火クマと金魚玉屋もある縁日通りとかすごいね、なんかすごい不思議な名前だね。そんなことあるんだね、設定したショールームさん、なんかセンスある、めっちゃセンスしかない。コウさんありがとうございます。はあ、今日やったリハがちょっとやりたかった曲のリハだったのですごい嬉しいすごい嬉しいってか、パレスさんありがとうございます。わあ、そうやりたかった曲のリハでした。今日は8月じゃないよ、もうすごくない、もう8月じゃないんだよ、9月2日リハでテンション上がるっていうか、リハだってやりたい曲、やりたかった曲がリハにあるっていうのがちょっと嬉しかった。まあその1曲しか今日はやってないんですけど、まあ明日も朝からリハなんですけど、そうリハがねちょっと平日やらなくて土日だけなんで、今回ちょっと焦ってる。ちょっと待って、ダライヤさん、藤村俊之さん、阿部メイさん、エイチャさん、パレスさん、ありがとうございます。花火描きたいけどそんなに上手じゃなかった。まあご愛嬌ということで、ハリセンボンみたいな感じになった。
まあ、いいか。花火、ちょっと今日は花火、ちょっと花火やめよう。まあクマ書いとこう。一応クマって言ってるから、このショールームさんのギフトの名前も。どう？ちょっと可愛いかもしれん。ちょっと可愛いかもしれん。ちょっとそんなこと言ったら可愛くないって言われそうだからやめとこう。ひらきさん、小熊400玉花火つつありがとうございます。ラブリーでしょ。ちゃんと見れましたでしょうか。こんぐらいか。たまやーだって。目にちゃんと輝きがあるからね。ありがとうございます。こちらこそ毎度毎度ありがとうございます。明日には忘れるタバーメン、確かにね、難しすぎる。ちょっとアイシャドウ塗ろうと。何もないです本当に。ただ明日の朝のリハが早いので何もないのに。あ、なんか太いマスキング1個見つけたけど、別にもういらないんだよな。ちょっとフォージーさんありがとうございます。フォーコさんありがとうございます。トビさんありがとうございます。サンマさんもありがとうございます。バスケは見てない。なんかもうスポーツさ、1回終えなかったらもう難しすぎてやめた。もうね、あんまり追うのやめた。あんまり下手に語んない方がいい。本当に本当に難しいよスポーツって。どの口が言ってんだよって感じなんですけど、ちょっとスポーツ難しいです、ルールが。なんかラグビーとかさ、もっと難しくないですか。なんかたまになんかさ、見かけはしますよもちろん。なんか完全に見たことないとかではないですけど、あんまり見たことがないから。ドラちゃんありがとうございます。たけしさんありがとうございます。スポーツいやしたことないです。部活で、部活文化部です。一生とかないけど。あら、フラッシュはぜひ交換こしてください。しれっと。逆に皆さんは誰が当たったのか気になる。なんかね、このアイシャドウをねたまに使うんですけど、なんかポッコちゃんが最近またピンクメイクにハマってるって言ってこのアイシャドウ使ってた。今日かわいい。シンさんありがとうございます。前に投げちゃダメってあるんだね。横投げしかダメってこと。難しい。自分の写真求めてた。そうなんだ。確かに。あれ、秋葉原の初戦ブックタワーしかないから、ね、何のアイシャドウ。キャンメイクです。キャンメイクです。でもさっきまであのあれ塗ってました。あのいつも使ってるちょっとお高めのやつ使ってました。ケビビさん、ロイヤルアスコットさんありがとうございます。待って、いた、まだいた。カッツンさん、タレヤキさんありがとうございます。アホテちゃんの配信が終わったから来ました。だって皆さん時間があるんですね。今日は平日だから。知ってますよ、平日ならみんな。平日じゃないか、土曜日だからか。今日は祝日だからの間違いですね。こんばんは。全然なんか曜日感覚は別に学校あるから狂わないんですけど、なんかいざ何日とか言われると忘れる。忘れはしないか。言い間違いです。以上です。
そんなにみんな指摘しなくてもね、分かってるんでね、安心してください。なんか平日も、平日よりさ祝日の方がなんか、なんだろう、見る人が多いっていうか、見る余裕がある人が多いってことでしょ。要はのためだけにっていうか、なんかただメイクし、なんかメイクしたくなっちゃった。もう一回メイクしたらどうせ落とすの変わらないから、なんかメイクしてるだけで、別にこのためだけだけじゃない。アリナさん連絡たまに取ってますよ。たまに取ってます。でも別にめっちゃ話しますとかそういうわけではない。めっちゃずっと話してますってわけではないんで、さっきも別にひまなさんとか皆さんと LINE してたし、だからなんか、あんま伝わんないね。これキャンメイク。ゆきたんって言われてました、オカリナさんから。そうですね、そんな感じです。ゆいさんは多分ゆきちゃんって呼んでくれてて、ひななさんはなんかわかんない、時と場合によるゆきたんって言われることが多いな。そうね、そうですね。コウさんありがとうございます。太田さんとは呼ばれていません、残念ながら。残念ながら呼ばれていません、先輩方から。なんかね、わかんない。なんて呼ばれてんだろう、私のこと。そんな独特な名前で呼ばれたことないか。そんな感じです。そんな感じですよ。こんばんは。なんかそう、フェスまであと2週間もないのかな。トミさんありがとうございます。こんばんは。なんだっけ、2週間もないよね。うん、ないないっていうか3週間ないか、2週間今日ぐらいか。意外とさ早いんですよね、過ぎるのが。日常がとか言うの初めて。ニューピンクいつも使ってますよ、ちなみに言うと。いつも使ってて、新色買おうって思ったら、なんか行ったアットコスメにたまたまなくて、ない店舗もあるんですよ。やっぱ化粧品ってさ、何多いからね。だから買えなかったんですけど、まあ買える機会にあのなりたいですって感じですね。フェスに来てくださる方ここにいますか。いない、もしかして。出ているんですよ、知ってるんです。来てくださる方が、まあ、結構いらっしゃる方、いらっしゃることも知ってて、なんかあれなんですよ。でもあのね、
結構チケットの残りが少なかったみたいで、前回のその最後に私がお知らせした時にね。だからもしかしたら全部なくなっ、全部何抽選でもなくなってる可能性はあるのかなとか思ってるけど、なんかちょっと残っててほしい気もする。リップ塗ろう。どこだ、違った、これだ。でも2階席、あそこ六本木でしょ。私どこで見たっけ、1階席で見たことあるんだよね。そりゃあね、収容人数結構多いから1000番台もあるでしょ。でも1000番って結構悲しいよね。大輔さんありがとうございます。ケビビさんありがとうございます。まあフェスだしね、別にずっとそこに言わなきゃいけないわけじゃないから。多分横浜より広い、わかんない、どうなんだろう。あんまり体感であんまり考えたことないかもしれない。私、天使な羊さんありがとうございます。身長158ぐらいです。なんか意外に普通の身長してるんですよ。普通の身長してて、もうちょっと大きくなりたかった、もうちょっと大きくなりたかったんですよ。でも STU さんも今いらっしゃいますよね、多分いらっしゃるはず。160くらいに見える。でもそれね、160って痛いよね、わかる。ゲストさんありがとうございます。162くらい欲しいです。もちろんなんかもうちょっと大きかったらなんか嬉しかったんだろうなって思う。なんかでも別に17期平均身長そんなに高くないので、なんかもうちょっとあったらいいんだけどね。私大きい方なんです、17期だと。でもエリちゃんも身長伸びてきた、のんちゃんも伸びたね。成長期って素晴らしいよね。なんかもうちょっとさ伸びてたらなって思うことはある。もうさ成長期ないんですよ、私実は。ゆいちも、ゆいちって158ぐらいじゃないっけ、一緒くらいじゃない、伸びませんもん。伸びないし、別に伸びてもあんま変わんないでしょっていう感じです。だから大丈夫まあまあまあ、160は欲しかったなって感じ。157が一番小さいから、まあ私下から2番目ぐらいじゃん。ララちゃんとねモカちゃん152とかだよ。みんながちっちゃいからさ、隣に並ぶとちょっと嫌になってくるんですよね。わかります、のんちゃんの隣に並んだ時の自分の、あれこんな顔でかかったっけの感じ、もう本当にびっくりするからね。ハルルさんありがとうございます。そうだからもうちょっと身長は、うん、まあ欲しかったけど、でもまあしょうがないかなと思って生きてますって感じです。でもそんなめちゃくちゃ身長なんかこの身長で嫌だったとかはあんまないんですよ、正直。そう、意外と小さいわよ。だから別に文句があるわけじゃないの。そう、まあまあまあいいんですよ。ユキとかめっちゃ身長大きそうなさ顔してない？なんか多分大人っぽいからかな。
ナーミンさんとか本当に身長も高くてスタイルがいいじゃないですか。なんか自分が隣にたまにさ並んだ時に、あ、こんなに身長高かったら見てる景色違うんだろうなって思ったよ。あとたまに2メートルぐらいある方がいるんですよ。そのなんかスタッフさんとかでも2メートル超えてる方がたまたまこの前いて、2メートルみたいな、絶対見てる景色違うじゃんと思って。でも逆に乗り物乗れなくなるじゃないじゃん、乗り物乗れない人もいるじゃないですか、身長高すぎて。なんか身長制限ある乗り物とかやっぱあるじゃないですか。だからびっくりしちゃったよね。乗れないのも悲しいけど、なんか大きすぎてもやっぱ嫌なん、なんか大変なことはあるから、なんか適度な長さかな。こんばんは。2メートルは巨人、確かに。で私でさえさ、なんかどっかの駅かな、通るところがさ低いところがあるときさ、ちょっと不便だなって感じる。まあまあまあ、うん、なんかでも別に身長をめちゃくちゃ盛りたいわけでもないからさ。こんばんは。身長は望んだら無理だよね。望んでもさ変わらないって分かってるからさ、いいんです。しょうがない。身長の話なんてもう、ね、尽きないですよ。まあそんなこんなでも9時です。まあまあしょうがない。だからその目の前の人が身長が高くて見えないとか言っても、自分が身長が低いのが別に悪いわけじゃないけど、別に前の人が高くてみたいな、何、何だろう、なんて言えばいいんだろう、なんて言えばいいんだろう、悪いわけじゃないけど、なんかまあそりゃ前にいたら、まあ見えないのはもうしょうがないものだから、もう移動するしかないんですよ。それはもう、そう、しょうがないの、うん、それはもうしょうがないの、当たっちゃったらしょうがない、だからもう諦めましょうっていうマインドです。私はね、私はそういうマインドなんですけど、まあしょうがないんです、そんなの。1センチ伸ばせるとしたら足伸ばそう、伸ばすなら足じゃない、やっぱ足長い方がなんか良くない。なんか最善をもう、あの当たるまでもう頑張るしかないっていう気持ちで生きていく。だから会場広い方が逆に目の前の人が高いと悲しいけどって感じかな。まあしょうがない、しょうがない、考えたら尽きないから。首はね意外と長いんですよ私。意外と意外と、うん、意外と長いって言われることはあります。そう、多いんです、多くはないけど、だから別にいいです。あ、そこにメイクポーチそのまま置いてあった、十分。え、でも頭伸ばしたい人はいないよ、もちろん。頭縮ませてその分足にやりたいぐらいだもん。ヌーマンさんありがとうございます。別に足めっちゃ長いわけじゃないからね。そう、難しいよ、難しいよ本当に。そう、そうなんです。こんばんは。なんこんばんはって言ってんですけど、ちょっとさっきからメイクしてたのに、なんか全然途中
途中です。全然こんばんは。あ、でもコンサートのアーカイブ月曜？明日までじゃない？見ましたか？私は友達と見ました。また私とみずみの体型は似てません。何も骨格が違います。多分あの子となんかオープニングの衣装違うから、オープニングの衣装ってなんか分かりやすくさ違くない？骨格割と似てる人と衣装が一緒。そこそうじゃない？みずみんだって違うよね。ナチュラルじゃない？多分ナチュラルだと思う。私は分かんないんです。ストレートとかウェーブが多いかもしれない。みずみん本当に細いよ。本当にあれで爆食してるとか信じられないぐらい細い。あとまゆちゃんもなんか腕のなんか骨より腕が細くて、まあ、腕って骨から、まあ、あれ骨に肉がついて腕なんですけど、伝わる？腕に骨の方が太いの分かる？肉付き肉がついてる方が細くてなんか特殊な形してる。私と腕の感じが違くて。みずみ細いよ。愛ちゃんが一番ウエスト細いんですけど、ソララも最近また痩せたっつってたし、細すぎる。なんかねウエストが細いのよあの子。腹筋割れてんじゃない確か。別にその劣等感があるとかそういうのじゃないんですけど、細いよっていう。うんって感じ。私は別に普通です。痩せてもめっちゃ痩せてるわけでもないし、ああめっちゃ太ってるわけでもないの。だから別にいいんですけど。まいちゃんも細いよ。えりちゃんも細いよ。でもなんだろう、周りが細いとなんか痩せた方がバランスが取れるっていうか、なんかなんだろうね。でもわかんない、難しいよ本当に。まあ角に痩せてなきゃいいんですよ。別に痩せようとしてるっていうか、体型を元に戻そうとしてるだけなんで、そんな別に痩せたいわけじゃない。元に戻したいだけ。ドラちゃんありがとうございます。トビさんありがとうございます。ミラーボール。でも皆さんが多分言ってる方が多分皆さん気に、なんかみんな気にするんですよ。だからそう。でも別に他の先輩方の衣装とか着てもめっちゃきついとかないですよ、もちろん。そんなことはないんですけど、そうなんですけど、でも。モチベーションの問題じゃない？自分のモチベーションの問題でしょ。こんばんは。そう、ゆきりんさんの衣装とか本当に細いです。多分あと大西さんも細いらしいです。大西さんと愛ちゃんも、愛ちゃんが多分一番細いと思う。大西さんとかも細いですし、なんかもうすごいよ。ゆいりさんもめっちゃ細いですし、シンさん、ダオスさん、ありがとうございます。大西さんの細さえぐいですよね。そう、えぐいですよね。そう、フラッシュをいただいて今日そう見てて話してた。ナナさんはちょっと異次元に細いです。先輩方やっぱ細いです。エリーさんも本当に細いです。なんかえ、それで歩けるのってぐらい心配しちゃうぐらい細いです。本当になんかでもあの体型になったら、そうなんですよ、難しい。あの体型になったら多分あのどんな鏡見ても自分のモチベーションが上がると思うの。
上がると思うのって何ですかね。そう、上がりそうじゃないっていう話なんですけど、そうなんですよね。ゆいりさん公演終わりにさ、普通に私服に着替えてそこにいらっしゃっていたんですけど、本当に細いんですよね。ホテちゃんなんであんなに手が小さいの。ホテちゃんに聞きな、答えてくれるかもよ。絶対わかんないだろうけど、なんかどんな鏡を、だから街中歩いててさ、ふとさ、なんか大体人は夜になってさ、たくさん立ってるとさ、むくみとか感じるじゃないですか、やっぱ人間だから。でもそれも感じさせない。そう、あ、細いイコールスタイルがいいってわけでもないけど、でもスタイルいいじゃないですか、やっぱり先輩方って細くて、なんだろう、細くなくの細くてスタイルがいいがセットじゃないですか。そう、本当にね、本当に。でも最近マジでむくんじゃうんです。だから頑張ってなんか湯船使ってます。でも湯船使う時間あんまなかったから、そうだからMV の前日シャワー浴びる時間ぐらいしかなくて、そう早く寝ないとと思って、だからめっちゃむくんでるんです。メンバーさんすごい細いですよね。そう最近、そうなんか多分コンサート前だったからかな、何、ね、めっちゃ皆さん細いんです。なんか皆さん、そうコンサートに向けて、なんだろう、痩せるじゃないですか。大体コンサートでその可愛い自分を何映像にしてもらいたいみたいな、そういうさモチベーションでさダイエットってすると思うんですよ、多分先輩方は特にね。だからまあ MV もそうですけど、まあコンサートがその前にあったので、まあそれがそれ思うとなんかの皆さん痩せてってる。そうでもそれ言われるのってさ、痩せてるって言われるのは嬉しいじゃん、やっぱその自分の努力をさ言ってくれるわけだから。だから私は愛ちゃんに痩せたねって言ったこの前、愛ちゃんあなた痩せましたねって言った。コンサートがやっぱり一番さ一気に人に見られるじゃん。なんか公演は公演でいらっしゃるけど、まあ、常にさな意識はしてるけど、特に意識するとしたらコンサートとかそういうのじゃない。健康診断の前日だけご飯の何ご飯軽くするとかそういうもう次元じゃないから、もうね、そう違うんじゃないのね。あと卒業公演もやっぱ先輩方本当に綺麗な状態で卒業されてくじゃん。だからそう、まゆさんも痩せてますよ、もちろん。まゆさんは痩せてます、知ってます、隣にいるので知ってますよ。そうですよ、だから卒業コンサートなんてもうすごい、本当にすごい、やばいですよね、すごいよ、すごいですよ本当。すずはさんとかコンサート前めっちゃいつもなんか仕上げてます。もう痩せてる痩せてきて、また痩せてると思って。ちなまさんもめっちゃ痩せてました、最近。なのにさ、あの K チーム K のセトリができるのがすごい、本当にもうやばいと思う。あれ絶対息できない、本当。お代理さんボス喋ってました。いいんですよ、可愛いんで。鈴葉さんとかさめっちゃこの日って決めて多分何やってるからさ、すごいよね。衣装入らないわね、多分ないのよ、もう相当なことがないと、相当なことがないとないと思うんですよ私は。いやー、でもコンサートの映像を見たときびっくりしましたもん。
なんかそんな連続なことあるみたいな。なんか私なんかちょっとは聞いてたんですよ、なんかめっちゃ連続で曲やるみたいな、めっちゃすごいセットリストだっていうのはしてたんですけど、でその何フィッティングの時もしれっとちょっとだけ見たんですけど、予想外すぎて MC こんなに MC まで長いのみたいな、そんなに踊るんかみたいな、びっくりしちゃったもん。そうなんですよ、びっくりしましたよ。そうびっくりした、野外ライブよりすごい。こんばんは。そうすごいですよね。私はまだ13曲連続がなんかなってできないです、絶対。たとえその間がさユニットだとしても息休められないじゃん。てか正直ね、私の話してコンサートの話していいですか。なんかもうふと思い出した話、なんかコンサートって裏の動線があるんですけど、衣装着替えるまでの、なんか別に連続曲じゃないから着替えは後ろちょっと歩くちょっと走るんですよ。だからちょっと走るから、まあ、間違えてかもう片方のドアに行っちゃったら、まあ、全力疾走しなきゃいけないわけで、じゃあ一回着替えてマイクを多分衣装の部屋に置いてきたんかな。でも本当に天使の尻尾の衣装を着ながらめっちゃ全力疾走してマイク取って、まあ、全然間に合うんですよ。私は一番曲間が長かったので全然間に合うんですけど、全力疾走しましたっていう話です。そう以上です。だから本当に大事。その間にスタッフさんいるからさ、ちゃんとお疲れ様ですって言いながら走ってんだけど、もうそんなん言ってる、もうこう壁差は何、壁で自分止めないとなんかそのまま壁に衝突しそうな勢いで走ってました。本当にでエアコンちょっと弱めよう、もうそんな寒くなくていい。そうですね、まあそんな感じで頑張って走ったんだって思いながら、またコンサート見てください。土曜日なんでまだ、日曜日もあるんでぜひ。フォーコさんありがとうございます。あでもあのピアリーナのコンサートも私全力疾走ですからね。ちなみに言うとマジで早着替えだった。私たち異常に早着替えが多くて曲感本当に少なかったんですよ。だから旗やってたじゃないですか、チームエイトさんの夢でのルートの時こうやってやってたんですけど、それ終わった瞬間ちょっと見えなくなった瞬間も全力疾走でこっち急いで着替えて、なんか選抜の方のと同じところで着替えてたんですけど、もうやばい写真撮る時間なんてもうゼロなんですよ。だから本当にあの日の写真私もうあのギリ両手で数えれるかなぐらいしかなくて、あとなんか写真撮ってる先輩方にたまたま遭遇してなんか一緒に写真撮ろうって言ってくださるぐらいしかなくて、本当になんか眉の写真あるし消しとこう、もう送ったからね。コンサートの日の自分の写真、自分オンリーの写真7枚しかないもん7枚しかないってすごくない？で17期のとのツーショットなんて全然なくて、全然ないんです私。だから17期との話でしょ、もちろん。まゆちゃんは私のスマホで写真を撮るとか言うからよく貸すんですけど、最近は私があの入れいいよって言ったやつ使ってる。そうで先輩方と撮った写真が12、あと真中さんとも撮ってる34、オカリナさんでしょ、
そんぐらい、たけさんと10枚ぐらいかな。だからまゆとのツーショットか、あとココちゃんと3人のツーショット、スリーショットか3人のツーショットってなんだろう、3人のスリーショットしかないし、私この日本当に顔がパンパンに腫れてたんですよ。なんかあのね肌荒れ用の薬塗ってたらめっちゃ腫れちゃって、そういうものなんですけど、だからもう本当に皮むけしそうな勢いで、本当に肌痛くてめっちゃ痛かったんですよこの日。そう、痛くて、そうだから、あと異常にアイライン長いし、そうそう、めっちゃパンパンにヒリヒリしてました。ずっとメイクさんに相談してた、めっちゃなんかめっちゃ肌痛くてって言ったら、まあもうそれもう我慢するしかないよねって話になって、いやもうそれはそうなんだよなと思って、めっちゃ頑張ってた実は。なんかアイライン長めにしたくてしてなくて、なんかなっちゃったみたいな、何気合い入れたら長めになっちゃったみたいな、そんな感じ。そう、そうですね。そうで、前説だったから、そう前説だったから、そう前説だったから何回言うのこの言葉、そのだから私時間がなくて、本当にだからあんまりその写真撮る時間もなくて、本当に写真撮る時間なかった。だからおショット見せてって言われても、もうのみんなと同じ衣装じゃないからさ、その前説用の衣装しかなくて、そっか T シャツしかないみたいな。あとあゆさんとも写真撮った気がする。なんかたまたま着替えて待機の時間に後ろで写真撮ってて、一緒に撮ってくださりました。次の武道館、いや別に私言われたの急だったんで、あるなんて知らなくて、コンサートでやるなんて。うん、難しいですよねやっぱ。次のコンサート、まずまだセットリストなんてものはさ、あるわけないじゃないですか、まだ9月だしね。当日ではないよ、もちろんリハの前には知らされてたけど、事前にずっと前からあったわけじゃないし、たけしさんありがとうございます。なんか何の話しよう、あーなんかお支払い今回忘れちゃうと、あれですよ、お話し会のお支払い、握手会とお話し会のお支払いを今回忘れてしまうと、なんか結構やばいらしいです。なんかマネージャーさんと話してたんですよ、なんかお話し会そういえばなんかまた再販してますよねって。そしたらなんか今回は結構やばいみたいな噂を聞きましてなんか結構本当にやばいらしくて、なんかうんってことだけ伝えときます。
は本当らしいです。なんかちょっと待ってたら大丈夫だろうがあるか分からなくて、なんかちょっと待ってても大丈夫ないかもしれないっていう噂やばいしか言いません私は。もちろんなんか内容私の口から言うことでもないし、毎回やばいけど、なんか多分どんどん厳しくなってんじゃない？前のシングルよりも明らかにやばいと思う多分。そう、大事なことですこれは。でもさ、別にしつこく言いたいわけじゃなくて、何？あのね、固まっちゃうみたいな、そういう次元なのかなっていう、なんかな、わかんない。それは私がいざやったかって言われたらそういうわけじゃないから、実体験じゃないから、そう違うんですけど、でもあのね、別に大丈夫になるかは私は知らないので、もしそれで忘れてて大丈夫にならなかった場合の保証は私ができないので、ちょっとそれだけ言っときます。そしたら悲しいのでお願いしますって感じです。まあそんな感じでした。その話はそんな、もうすぐに払うに今年は怖ないです。もちろんそう、だって会えなくなる理由が、それはちょっとさ、それはね、気まずいですね。そう、まあそんなこんなです。何の話しよう。なんか別にめっちゃ話あるかって言われたら別なんですけど、フラッシュの裏話は別にそんなにないです。なんか別にめっちゃあるわけじゃないかも。だってあ、めっちゃ遠かった。とりあえずなんか初めて行った駅でした。以上です。なんかもう何の話すればいいか分かんない。別に裏話って何を求めて裏話なんだろうって感じ。めっちゃ遠かったよ本当に。あ、でもその帰りにみずみんとゆきとあれ食べた、あのひつまぶしみたいなお肉のあれです。そう、それ行きました。そう、昼過ぎ、めっちゃ昼間、昼過ぎぐらいに終わってお腹すいたねって話して食べに行きました。これが貴重かは分かんないんですけど、どこの駅かはまあ教えませんが、とりあえずその後に渋谷には行きました。コンディション良くないよ別に、全然良くない。でもなんか私あれ全然前髪あるのに、なんか前髪ないの新鮮ですねってコメント書かれてて、あの前髪セットしてなかったら前髪はなくなるっていう認識なのかなって思って、ちょっと面白かった。コメント見ててね、ちょっと面白かったです。シュッとしてた。今の方が痩せてました。多分髪結んでる方が何すっきりして見えると。うん、なんかね、メイクはあれほぼメイクしてないです絶対。あれば全然、でもそういうもんじゃん、まあ、そういうものと思っていつもとメイク違うなと思ってみてください。はい、そうですね。
なんか裏話という裏話別にないんですよ。あ、そう、フルーツサンドもらって食べたって感じです。そう、あの日にあれあげた、エリちゃんにカチューシャあげた。その動画あるわ、動画あるけど iPad に保存してある今。ちょっと移動させちゃった。まあ見てない方はフラッシュを買ってから質問してください。知らないままね、質問されても多分なんか多分他の人も分かんなくなっちゃうから。ここにはないんですよね。ペアは決められてただけ、別に誰とやりたいですとかじゃない。なんかゆりちゃんの変な動画ばっかあるな。こんばんは。え、そう、東京駅のさ大丸さんにもさ、あのフルーツサンドのお店あって、見てびっくりしたね。びっくりしました。うん、さ、質問箱にさ、いろいろ送ってくれるのを見るのが最近ちょっと面白くて、なんか2週間に1回ぐらい設置してる。別に答えてないから、何を基準に選んでるかと言われたら、なんかパッと見てパッと答えれるやつ選んでるだけなんで、別に特に何も意味はないです。大きな選んでないから何とかではないんですけど、あとあの、ああ、そう、こんばんは。でも1日あるから別に今すぐ入れても見れますからね。全然今入れてきてもいいですよ。非公開アカウントだと見えないのか、わかんない。それは少なくともなんか消えるモードみたいなやつはね、何も見えないらしい。じゃあ一回みんな入れます。でも皆さん割と非公開アカウントの人さいるじゃないですか、やっぱ。でも何個入れられても私は後で見返せるのでいいんですよね。いつ始めました？昨日の22時とか23時ぐらいじゃない？入れてみてください。逆にさ、ストーリーの方が見忘れない気がする私。だって見ないと消えないじゃん。別に目に留まったからってわけでもない。なんだろうね。そ、なんかなんだろうね。って感じ。めっちゃ意味を持ってるわけじゃない。そこは気にしないでもらって、今日はジンジャーエールがあるので飲みます。こんばんは。ゆるゆるすぎる。やば、お腹鳴った。中国語ね、喋れないんです、あんまり。だからお話し会でぜひ教えてください。まあ、たまに聞くことある、お話し会で。あの、何？何々ってなんて言うのって。タライヤさん、ありがとうございます。ジンジャーエールは別に飲めます。こんばんは。うん、入れてきました。だって
みんなその人一人何個送っても別にいいんですよ全然。やばい、ワンちゃんが見たいみたいです。ダメです、見せません。こんにちはくらい話しますじゃないですか。いや、やっぱお話し会で話しましょう。いや、こんなところでさ、中国語で挨拶してさ、なんかちょっとイントネーションが違うよってなるかもしれないじゃん。そう、だからいいんです。あ、でもなんか非公開、鍵は非公開ですって人も多分見れてるから多分大丈夫だよ。誰が送っても、なんかさ、送れてないかもしれないと思うじゃないですか。見えてます。ワンワンマンに見たんですね。韓国語もぜひお話し会で、ぜひぜひぜひ。ワンちゃんの声は聞こえますね、たまに。海外のファンの方もいらっしゃいますよ。お、後ろでは上の階でワンちゃんがいる。めっちゃめっちゃワンちゃん。こんばんは。めっちゃ動いてる。そんな動くことあるって。ほうこさんありがとうございます。まあでもお話し会で挨拶ぐらいならできます。でもいざわかんない時もあるかも。こんばんは。なんかさ、この前合同の公演だったんですよ。でなんか見たことある方がなんか誰かのうちわ持ってんなと思ったら18期の子のうちわ持ってて、おー、見かけなくなったらうちわ違う、うちわが変わってたと思って、ちょっとそれが面白かった。別になんかおやおやとかそういうのじゃないんですけど、ちゃんとあの意外と覚えてますよと思って。外国人に声かけられることなんてないんだけど、あります？皆さん面白かった。なんかそう、あるあるです、そんなの。だから皆さんも気をつけといた方がいいですよ。推し編を発見する回ですね、多分。見かけなくなったら推し編してたっていう。それか増えてる、だいたいだいたい両面になってるか2枚になってるか、うちわが。そう面白いよね。なんかそれが別に私は悪いとは思わないんですけど、どんどん増えてくからどんどん手で持つのが苦しそうなの。なんかめっちゃバタバタしてて、ちょっとそれが面白かった。この前いいんですよ。でも新しいもの好きって気持ちめっちゃわかります。私化粧品めっちゃ好きなんですけど、新しいもの出ると欲しくなりますもん。さて、私は目代わりが欲しいんです。目代わり、目代わり、化粧品の目代わり。そう、研究生が好きっていう人もいらっしゃるので、だからこそあなただけですとか言うのをやめといた方がいいですよって忠告しとく、一応みんなにね。いいんですけど、全然それが悪いとかではないけど、なんか一人だけとか言っとくと後で自分になんか返ってくるよと思う。それが悪いことだとは私は思わないけど、それを発言しなきゃ大丈夫。みんな意外と覚えてるからね。なんかスキンケアでいいやつないかなと思っている。なんか別に私は DD がダメとは思わないんですけど、 DD じゃないって言って DD な人は良くないよね。
こんばんは。なんかね、いいんですよ。だから1人以上、3人以上だと私はもう DD だと思ってるのね。だから私は別に DD なんですけど、多分ルイージーさんありがとうございます。そうだから別に DD じゃないと思ってるけど、他人から見たら DD かもしれないっていう事実はあるわけ。なんか私別になんか誰でも大好きってじゃないのは分かってるけど別にそれが悪いことではないから、私は別に勝手に DD だと思ってるけど、そう好きでいてくれてるのは嬉しいってだけ。ハンモにいる前に多分私以前のファン、あの以前の推しメンにいるんですよ多分皆さん。そう私2人だからいいとかそういうのでもないの、分かる？伝わる？この単推しでもなくて DD でもないって思ってるけど、もうそれはもう多分 DD なのそんなもんです。はい、ヌーマさんありがとうございます。だから箱推しって思ってればいいんだよ多分。要は箱推しって思ってれば多分いいんだけど、そんな感じです。私の価値観的には箱推しみたいな感じ。そんなもんです別に厳しいとかじゃないんですよ。私はそれが悪いとは思ってないけど、人からしたらそう思ってる人もいるかもしれないよっていう一意見であって、全然別にいいんですよ。しょうがないじゃん、だって可愛い子が目の前にいたんだよ。しょうがないまあまあまあ。だからお話し会、何々誰々を中心に何人か行くとか、そういうノリじゃん多分。そういうノリなんですよ多分。そんなもんなんですよ。今日も湯船に浸かろう絶対。なんでわかるの？意外とわかりますよ。意外と私なんかその連行くまでに見たことある人いるなとか思うもん。でもその気持ちはめっちゃわかる。 そんなもんですよ。あ、そうだ、私ね、あの写真撮ったのから LINE を追加して送るねって言ったんですよ。なのにまだ追加してない。今から送ろう。そうなんですよね。今から LINE を追加する私ショールームしながらやってる。なんかコシちゃんにさ、ショールームしながらやってましたよ。なんか私 LINE してましたよねってバレてた、この前会った時。明日も多分リハなんだから会うんですけど。ゆめみんってハイカツ好きなのかな。あとアルバムに入れたい。こんばんは。この日の写真は撮ったはず。後で送るねって言って、私大体送り忘れるとか多いから。そうでもカスミンもなんかめっちゃ最近シュッてしてたの。めっちゃシュッてしてたから痩せたでしょって言ったら、ねえ分かりますかって言ってて、いや、めっ
ち痩せているよって思って、そう、やばい、既読鬼早い既読が鬼早くてびっくりしてる今。そう、全員と写真撮れましたよ。無事無事撮れた。で、前も送りましたよね、私なんかフェスと公演の時。そうなんですよ。でもゆめみんが面白すぎて、もう面白すぎる、面白すぎる。続いて、続いてなんかね、喋らなくなるのも面白い。やばい、急に私がたくさん追加しちゃって申し訳ないわ。でもちょっと面白かった。面白いもん、面白い。なんか絶対何か、前世は絶対になんかふわふわのなんかだと思う。なんかね、面白かった。緊張してる時になんかあーみたいな感じだった。待って、どこにある写真。あったあったあった。なんかずっとなんかファーみたいな、なんかすんごい不思議な行動してて面白すぎて、そう、でもずっとさ垂れ目で可愛いよね。待ってね、難しい今めっちゃ身長高いですよね。集合写真とか見て思った。待って、メールも送ってない、どうしよう。1個送った。でも明日から登録期間、今日まで、今日明日ぐらいまで登録期間で1週間なんか3人まで無料らしいんで、今見てる人よかったら撮ってくださいぜひ待ってます。お試しメールだそう。そう、なんかまゆが昨日も波動で一緒だったけどみたいな、めっちゃ面白かったみたいな。あ、違う、それ違った、それ違います、カスミンかな、カスミンが面白かったって言ってた。明日の9時からでしょ、うん、ちょっとなんか送るよ、送る下書き作っとこ。忘れち、あ、待って、全然リハしてるな、リハしてるよその時間。まあ、いっか、メールします。午前中には1通ぐらい。長文自己紹介したいけど、前の自己紹介メールとかも何言ったか覚えてないぐらい前にやったんですよ。最近ちょっとメール打つ時間もなくて、9時に届きません、絶対に9時過ぎます、9時は過ぎます、絶対にぴったりになんて、ね、届くことねめったにないな私。そう、珍しいかもしれない、それは。そうなんだ、ねえ、コヒちゃんがさ、多分ショールーム見てんだけど、どうするやばい、ショールームを見ての感想が来てんだけど。面白い子だね。カスミンがさ、
あのラインスタンプ使ってる。キスミル、キスミル、なんだっけ、あの眉たちがやってるやつ、やつ。ちょっと面白いね、みんな。ちょっと面白くて、あの口角が下がんない、口角が普通に戻らない。そう、そんな感じです。ドボンしてる、ガチャガチャしました。あ、待って、開こう、ドボン。お見送りの時にね、私のセンス、うちわ持ってる方いたら絶対あれですよ、喜んでますよ。ちなみに言うと、皆さん、あの強要させないでください、かわいそうだから。一押しガチャしますか。一押しガチャ終わってますよ、もう。こんばんは、にしとく。でもさ、ガチャのためにさ、貯めといた方がいいよね。あ、でも聞いちゃった。じゃん、浴衣か。ホーテちゃんがいる。ホーテちゃんのあの何あれ、新年で着るやつあんじゃん、面白いじゃん。私は今ランキングなんだろう、指名イベント。なんかありがたいことにいつも50位内ぐらいにいるんですよ。嬉しいです、とっても。いる、39位だって今。39位だよ。ありがとうございます。巫女さんだ。そう、巫女さん。ニコさんのやつさ、あれだよ、難しい。さ、なんか変な動画撮ったんだよね。こうやってこうやってやって忍び寄ってくる動画みたいなのを撮ったことある、モテちゃんの。面白いよね。私 TikTok 別に載せないんですよね。撮る人じゃない、撮る人ってか、撮ります、撮る人ってか、載せる側の人じゃない。たまんでもない、誰かと一緒に撮った気がする。誰かと一緒に撮らないと映らないんですけど、あれ、誰かと撮った気がするよ。撮った気がするな。なあ、みんな多分下書きにはあるんですよ、あの子たち。こんばんは。だから見てはいますよ。あ、ユキが乗っけてる。かわいい。かわいい。あ、こんばんは。なんか訪問者たくさん。どういうテンションなんだろう、私。こんばんは。今日は22時半までやろう。どこから来ましたかって聞いとくね、私が気になる。パンプキンが出てきた。なんでもうパンプキンなんだろう。なんだっけ、クマにしとこう。どこから来ましたか。申告が必要です。面白すぎる。あの、ちなみに今から来た人ですからね。あの、いつもいらっしゃる方はね、大体いらっしゃること知ってるんで大丈夫です。
こんばんは。フォローしました。ありがとうございます。実はショールームのフォロワーさんの人数意外と見てるんですよ。やばい、ボケ始めてるみんな。よくないよ。よくないよ。いつもいらっしゃる方はね、大体お話し会とかにも来てくださるし。明日の朝のリハ絶対頭回ってないまあ大喜利するなら違う話にしようかな。飲み物飲もう。こんばんは。でもし多分次何かあるとしたらフェスまで何もないから多分。こんばんは。ほうこさん、ピッコロさん、ありがとうございます。ちょっとエアコン続けよう。フェスまで別に忙しいです。以上です。忙しいです。でも私と同じポジション3人いるんで、まあまあ3人いることだけ伝えときます。ファングフェスは17期18期合わせて16人で55分です。55、待って、なんかいつもと、あ、もうちょっとで涼しくなるのか。そう、でもコンサートまで意外と日数がないじゃん。焦ってるよ私。これでもフェスのリハです。そう、やったことない曲のリハがあるんですけど、まあ、ちょっと今から覚えれるか心配。本当に心配。目まん丸になっちゃう。そう、なんか私落ち着いてるおとなしいイメージがあるんですけどって質問箱になんか書いてくださった方がいるんですよ。なんか書いてくださった方がいるんですけど、そんなことはない、そんなことはないと思って。ない曲が何か知りたい方はぜひ次のチケットの再販などがあったらぜひ応募してください。質問箱を配信で答えちゃうとさ、あれじゃん、質問箱を送ってくれた人が見てないじゃん多分。私はその質問箱で、あのショールームで答えますって言ってるわけじゃないからね。そう、以上です。インスタに投稿したいけどって感じですね。なんか背景にさ、そう、背景ぼかしたりしてないからすぐ載せられなくて、そう、それで今放置状態してる。
新しいスイーツがみたいです。あれなんか私の何撮った写真なんで別に何だろうね、何だろうね。でも意外と行ったことある人同じ人ばっかだよ多分。そう、最新のやつとか大学の友達と行ったとこが多いかも。一番右上のやつはめぐみんさんと卒業される前に行った時のやつかな。あとサンリオの投稿に挟まれてるやつもめぐみんさんと行ったやつだし。そう、何話したらいいのかわからない。多分ショールーム来てること伝えてくれたら多分私喋れますよ。面白、面白とか自分で言わない方がいい絶対。あの質問はわかんない、めっちゃあのね送ってくれる人いますよ。多分一人で10個ぐらい送ってくれてんだろうなっていうあの同じユーザーネームの方いる。そうなんですよ、意外とおしゃべり。いっぱい思いつくな。だってだから何、そうやってたくさん書いてくれて嬉しいなと思ってる。何がハマってますか。なんだろうね、タピオカじゃない。みずみんちゃん病み上がりだっけ、わかんない。まあもう普段から考えといてください。ぜひ何か難しい、何個でも別に個数制限はありません。でも見てると面白いから、私のあの時間のあのいいあの考え、時間を使える時間、何だろう、何もない時間がなくなるからちょっと嬉しいよ。電車とかで乗って見てる。今日も朝電車乗りながらあの2個のストーリー用のやつをめっちゃしてた。されたくない質問はまあ皆さんが考えてください。質問選ぶポイントはないです別に。なんかでも面白い質問でお願いします。無難に面白い質問待ってます。でもボケ始められると私はどうすればいいかからない。回答もしてますよ結構。でもね、そんなめっちゃ全部が全部さ、なんか癖強いのもあるんですよもちろん。大喜利されると困る。だからまあ単純な質問でいいんだと思います多分。あと何食べて美味しかったとかでも答えはしないけど全部見てます。で全部気になって調べたりする。そう、そんな感じです。あとなんかそんなに質問考えられるんだってぐらいたくさんあの送ってくださる方いてちょっと面白い。なんかそんな質問あるんだなみたいな。なんかお話し会の時とかに話したいことを今から送りつけるでもいいです全然。面白いからもう面白いマインドで生きてますね。そう、ぜひ。
だから多分たくさんの方が送ってくれてるから、もちろん全員答えたことがあるかって言われたら無理なんですよ。それはちょっと理解をしていただけつつ送っていただけるとすごい嬉しい。あと似たような質問があった場合、あの先に来た人のを選びがちだからね。だからちょっとあのちょっとそれはそれを承知で送ってください。そんな感じです。人間なんで、あのできるか何全部に答えられるたら答えたいですけど、その時間はないので。そうありがとうございます本当にって感じです。送ってくれて。でも気になってることやっぱ一緒なんだなと思うことはありますよ、もちろん。ショートになる予定ありますか？前来たことある、前来たことあるけど私は一生しないって言ってるから、一生って言ってないよ。その時にはしませんって言ってるから、あのする予定はないって言ってるから答えなかった。そう面白いよね、皆さんの考えてることはやっぱ一緒なのかもしれないよ。そうなんですよ。まあ別に昇格して気が変わることもありますだろう、あります、あるだろうけど、別に当分しません、しませんね。意外な質問をしないと埋もれる。いや見てますちゃんと、埋もれるとかはないのよ。めっちゃ多分派手髪は似合わないと思うよ。そう大学の友達とか髪明るくいるけど絶対似合わないと思う自分って思って生きてホイコーローが食べた唐突に不思議なこと言うじゃん。そういえば私あのユキと撮った写真だいたいユキのスマホにあるんだけど、ユキからだいたい全部もらってないわ。なんか送ろう。今のうちにもらおう。ラジオ前で忙しいのにごめんね。今日はもうメールは送れない、送れるけどちょっとあのショールームをしているので、ぜひ。なんてウニ買ったけど味が微妙、んーどうすればいいの私でもそういう人が面白くておもろい。あでも私あのサンリオの時のフェスの時は髪を巻いてます、巻いてます。ゆきちゃんでもラジオのさ打ち合わせしてるじゃん。そう そうなんですよね。そんな感じ。こんばんは。あとね20分ぐらいで終わります。
ゆきちゃん多分1ヶ月ぶりとかじゃない？醤油多め良さそう、面白いね。お寿司、大西さんのパネル展か、見に行きたい。え、新、え、待って、そうだよね、思った。え、そう思ったよ。え、思った。ラジオ明けの公演ってことでしょ。待って、びっくりしてる今。ラジオ明けの公演だよね。目がまん丸になっちゃう。緊急性公演、今月は多分まあそこそこある。もうその分卒業公演の方も多いので少し逆に合同のさ、あのやつは大変。でもコンサートの合間も多分あの子たちラジオあるみたいで、そうだから3日間コンサートの2日目の夜ラジオやってから3日目節がある。またたぶん公演合間にやりたかったんだと思うよ、さすがに。そうですよ、そりゃ皆さんと当日にショールームしてちゃんと当日に祝ってほしいと思ってると思いますよ。収録じゃダメみたいです。大変そうなんで皆さん優しい言葉をかけてあげてください。でも多分当日に公演あったからじゃないわ、逆に言うとね。そう、でも公演ずっと出たいってずっと言ってるからさ、うん、って感じ。そうね、次の公演は言いませんよ。お知らせが、お知らせお待ちください。うん、生誕祭は割と私たちは近いんですけど、先輩方とかの結構、ね、遅いじゃないですか。遅め、何ヶ月後とかの場合もあるからさ。そう、コンサートもラジオ終わりだったから。なんで少しでいいんだよ、教えてくださいって。少しがもう日付やんけ。うん、そう、角部屋でしたよね。なんで私この日に前座じゃないんだろうって学校帰りに思いながらオンデマン見てました。以上でした少しってむずいよね、やっぱなんかね、少しってむずいんですよ。なんかむくみにくくなりたいんですよね、すごく。でも多分この、そのこの前の土日出過ぎてると思う、私がね。そう、私が出過ぎてるから、ね。そうね、だって来月も、来月ってか今月も一応室長限定公演というものは、まあ、存在はしているので、まあ、どっちになるかはまあ言いませんけどって感じ。てか逆に水分取らないとむくむって言われた。でもプレゼントさ、まだ禁止なので、ちょっとプレゼントだけさ、ちょっと OK にしてほしいよね。ちょっとなんか皆さんがさ、これ送りたいから買いましたとか言ってくれてるのを見て、あ、そのいつかの日って いつ来れるんだろうって考えたりする
でもたまにコメントで見るの、オッケーしてあげてほしいっていう、あこの人優しいと思って見て思うよ。ぜひ皆さん質問箱入れてから寝てください。なんかホテちゃんはアクスター届いたって言ってて、ん？ってなって、でも私はなんか送ってくれたって言ってたやつが多分なくて、そう。でもアクスタ多分ダメなんだよね。生写真は平気。なんかわかんない。手紙に入る生写真は平気だった気がする。でもなんかチェキ風なんとかなんとかみたいな。コンサートのあれはダメだったか。生写真はセーフみたいです。だから私めっちゃ生写真持ってますよ。皆さんがなんか無限回収しますって言ったらめっちゃ届きました。嬉しい。嬉しいのでぜひ待ってます。多分生写真だけは平気なんだよね、公式の。誰の生写真？まあ察してください。なんかさ、オフィシャルショップのやつとかさ、何ランダムで入ってるから、そういうのいただきますよ。でももちろん皆さん自分のために買ったものは自分のためにっていう意味で、ランダムに入ってるものでっていう意味ですね。でも次のシングルの、あのありがたいことに生写真あるみたいなので、それはちょっと大事にもらって、あの譲るとから譲る欄に書かないでください、ぜひ書かないでくださいって言って、タカさんありがとうございます。譲る欄にいること多いので、ちょっと譲る欄はちょっと遠慮で、遠慮します。譲る欄はちょっと遠慮したいですね、やっぱ。元村に入れてください、ぜひ。よかったら。もちろん私の家送ってくださるのも嬉しいけど、でも次の生写真さ、楽しみなの。今から私はどんな髪型してんのかなとかね、自分がじゃないよ。アンダー22のやつね。売りませんよ。でもなんかたまになんか某フリーマーケットアプリ見てると、あのくじ1000円だったのになんで十何倍の値段してんだろうとか思うよ。私に欲しいとか思っちゃうよ。某ね、某なんとかアプリ、なんとか借りね、をなんとかかりにお願いだから、そうやめてくださいね。某サイトもたまに見ますよ、もちろん。ホテちゃんとかも見てた気がする、この前一緒に。へっとか言ってた、こんなことあるみたいな。アクスタが一番すごくない？なんとかかり、
そう、ランダムアクスター、そんなに値段高いことあるぐらい、あの一番びっくりした本当にあれを見た時は、もう今を見てもそれで落札されるんだと思って、すごーと思ってた。まあ、調べたい方は、まあ、ランダムぜひ調べてください。あのお話券何枚も買えるみたいな、びっくりしちゃった。そう、すんごい話。え、そう、ランダムは高値ですよ、ゆいりさんと。なんかフラッシュスペシャルも、まあ、見ましたよ別に。まあまあまあやめましょうその話。イケングッズはなんか仲良しだから、きっと皆さん一緒に仲良くしてください。さて、なんだっけ、もうあと10分ぐらいで終わるんですけど、何の話しましょう。そんなめっちゃ話したいことがあったわけじゃないけど、別に明日の朝のリハが早いぐらい。今日は15分ぐらいにぴったり始まったから、多分26分ぐらいには変わるんですよ。ランダムいいじゃないですか、ランダム楽しくて。26分ぐらいに読みます。そんな感じですね。ドボン配信は今日しません、いつもより長めなので、それで勘弁ということで。そんな感じかな。あとはまあ質問箱になんか適当に送ってくれればお願いしますって感じ。ランダム好きそうって言うけど、めっちゃ好きなわけじゃないからね別に。ドボンのカードもランダムだから、出るまで引いちゃうもん。ケロさん、クマありがとうございます。まあ今日配信したのも別にメイクしたからだけど、ガチャガチャは3回までって決めてる。あと10分ぐらいで終わっちゃう。皆さんすいませんね、ほんと途中から来てくれた人。そうね、なんだろうね、ループしちゃった、すいません、ループしました。低電力モードにしたんで許して。その充電って大事、刺しとこ。まあたまにはね、よいしょ、ショールームしたかったのでよかった。バッテリーです。やばくはない別に、今すぐ消えるってわけじゃない。別に普段使ってるスマホはこれなんで、そんなに不便じゃないけど、あれさっき
質問を送っ、これが終わったら皆さん質問を送ってくれるということでですよね。まだ送っていいでしょ、全然。味噌汁、青さ味噌汁が好きです。お味噌汁はなんかお寿司屋さんとか回転寿司、回転寿司行くと青さの味噌汁を買います、買います、飲みます。あとたまになんかの時に前に置いてある時は青さの味噌汁かな。全員一問は絶対黒だって、面白い。さてさて、そんな感じですね。今日はお味噌汁にもやしは入れたことないって言ってた。多分誰も質問は多分送らないので待ってまーすってことで、もうそろそろランキングも、こんばんは。まあ私はまだ19歳なので誕生日遅いからさ、ちょっと悲しいよね。でも嬉しいことあるかも。スクショタイム、何を、何どうすればいいかな。ピースすればいいですか。ちっちさんありがとうございます。まあこんなもんでしょうか。2日だからピース、いや意図的じゃないから、まあそういうことにしとこう。今いつも楽しみにしてます。まあ素朴な疑問でいいんですよ。あ、わかった。メールで、メールで送ってほしい自己紹介の内容を送ってください。ぜひ見た方はそれでよろしくお願いします。それを参考にメール書こう。それでいい？それが一番良くない？多分今から送ってくれる人はお試しメール期間だから。ん？自己紹介の質問の内容で、どういうこと？うん、多分分かってなかったら多分分からないと思う、この短時間の説明じゃ。メールで答える。あ、そうだから多分今見てる方はメールを取ってくださる方が多いからっていう意味です。別に、そう、ぜひそれでよろしくお願いします。ただ私はあのショーストーリーで答えるって意味を持って今言ってなかったただ普通にメールを取ってくれる方が多いから、メールを取ってくれてる方は送ってください。それを、そうです、ということ。明日からお試しメール始まるんで、そんな感じですね。よろしくお願いしますお試しはしてからなので、よかったら待ってます。そうね、そんな感じですね。メールは明日送ります。
まあメール用でも答えるかもねって感じで生きていきたいと思います。さてランキング読みます。はい、13位ピアノマンさんありがとうございます。12位フォーコさんありがとうございます。11位パレスさんありがとうございます。10位紳士な羊さんありがとうございます。9位ロイヤルアスコットさんありがとうございます。8位大輔さんありがとうございます。7位ドラちゃんありがとうございます。6位ダーツプロさんありがとうございます。5位トビさんありがとうございます。4位ルイジさんありがとうございます。そして3位たけしさんありがとうございます。そして2位がしんさんありがとうございます。そして1位がひろきさんありがとうございます。なんだっけ、あ待って名前忘れちゃった。花火筒ね、花火の筒ありがとうございます。たまありがとうございます。そんな感じでした。今日は久しぶりに2時間以上ショールームをしました。もう9月です。もう9月ですよ。コンサートまであと1ヶ月です。あと1ヶ月半です。はい、なので略しましたがまたショールームするので、いつかするので、そういつとは言えませんが急に始めるので、まあ、よかったら SNS もフォローしてください。以上でございます。ありがとうございました。あ、ゆさんありがとうございます。事前に言うことはそんなにないです。ちなみに言うと、モッチーさんありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。今日誕生日の方おめでとう。そんな感じでした。まだ半になってない。まあ皆さん、あのぜひあれ、質問、聞きたい質問も入れてからお休みください。それが気になります。おやすみなさい。のぶたさんありがとうございます。バイバーイ。感想も待ってます。おやすみ。